子供時代は周囲よりいろいろな上達が早かったのですが、4月生まれだからだと気づきました。でも努力する力が身につかず無能に。修正聞きますか。そうなんですよね、野球選手の4月生まれ率超高いんですよ。その結局あの子供の頃ってあの1年の差がめちゃくちゃでかいんですよね。その1歳、例えばじゃあ1歳の子供とその1歳12ヶ月の子供って倍違うわけじゃないですか。でもたまたまそのなんか数日違いで同じ学年にされちゃったりするんで、であの要は1年のアドバンテージがあるので、その運動系においては4月生まれの子って運動の性能いいんですよ。ただそれは1年間その筋肉を鍛えて育ったからで、本当に優秀かどうか別なんですけど、4月生まれで足が速いと運動が得意だって本人思い込むんですよ。で本人で勉強も得意になっちゃうんですよ。だって要はあの3月に生まれた子ってその1年分ずれてるわけだから、そのじゃあ掛け算を覚えましょうっていう時も1年その脳が発達した子供と1年間脳の発達が足りない子供で掛け算を覚えましょうって言ったら、やっぱり4月生まれの方が掛け算をその暗算とかその九九とか覚えやすいんですよ。なので4月生まれって、あ俺勉強できるかもとか俺運動できるかもって思い込んじゃうんですよ。で人間の思い込みって結構重要で、思い込んでるとできると思うからやるんですよ。なのでその俺勉強できるからやる、で勉強できると思ってるからやってるから、結果として勉強してるのでいい点数取れる、いい点数できる取れる、あ俺頭いいだから俺勉強得意なので、じゃあこう勉強で宿題っていうのだと宿題やるでいい成績取れる、あ俺頭いいってなるんですけど、その12ヶ月遅れちゃった子供の場合って、まず勉強理解できない、あ勉強苦手だ僕頭悪いんだってなるので、勉強得意と思える機会が少ないんですよ。なのでそのじゃあ九九は暗記しましょうっていう時も、4月生まれの子がガンガン暗記してるんだけど、その3月生まれの子は暗記が遅いと、でなんかみんながもう7の段とか覚えてる子にまだ3の段とか覚えてたりして、でもそれだから、あ僕勉強ダメなんだ、で運動するにしても筋肉の成長ってやっぱりその1年間回ってる方が筋肉ついてるので、運動もその劣ってしまうと、で負け癖がついちゃうんですよ。なので俺は運動も不得意だし勉強も不得意だって思い込んでるから、運動もやらないし勉強もしなくなっちゃうんですよ。で結果としてその才能的には運動の才能とかその勉強の才能があったとしても、その小学校レベルの勉強だとその才能がその表に出てることはほぼないんですよ。その九九のその暗記ってぶっちゃけその誰でもできるんですよ。そのめちゃくちゃ頭の悪いか置いといて、でも誰でもできることだから本当に頭の悪いこともできるんですよ。でもそのそれぐらいしかその頭の良さを確認する手段は小学校の時にないので、本当に頭がいい子が頭がいいという認識ができる機会って小学校のうちほぼないんですよ。で認識をしないまま中学高校になり、頭がいい子でもありながら頭がいいと思い込むことができなくて、なぜか不遇なことになるっていうことがあったりするので、でなのでその3月生まれの子っていうのはちょっと早合点しない方がいいよっていうのと、あと4月生まれは気づかない方がいいんですよ。あ俺4月生まれだから頭いいんだとか、4月生まれだから運動できるんだって思っちゃうと、その自分の自信の元が崩れちゃうので気づかない方がいいです。なので4月生まれはバカの方が賢いっていう謎な状態になります。